もしょーまるセブンでございます。今回はですね、コースティックさんのね、ランクマッチで解説していこうと思います。では、まずはチャンネル登録よろんスタートおやります。本日はレイスと、浦葉くんですね。よろしくちょーす。まあ結構飛ばすんですけれども、まあ第2ここを取って、その後ですね、東上取るんですけども、東上ですね。で、東上、まあここ取るんですけども、まあ取る条件が、塔の車線が通る場所なんですけど、まずカウントダウンですね。そして、俺たちがいるところ。そして、ランドスライド。で、塔上を守るために必要なことが、まあ、この3つの車線のうち、まあ、2つかな。2つ切れれば、まあ、ほぼ 100% 守れるかな。って感じですね。で、なので、一応、このアンチ的に、まあ、ここ、まあ、俺たちがいるところですね。まあ、ここ、岩の裏入ってないので、切れる。あと、ランドスライド上ですね。上も切れてるので、上守れます。まあ、ただこの第3の間だけは撃たれちゃいますけども、それはまあ確認して、まあ、それ込みでもさっさと取りいきます。でこのタイミングで行かないとね、バルキーとかに取られてしまうんですよ。まあ、それとランドスライドも移動しなきゃいけないので、まあもう取っていいかなって感じですね。それとガス管でね、まあ、車線切っちゃえば多分守れると俺は思ってるんで取りました。まあこれは正しい判断かな。まあ塔のタイミングはそんな感じですね。で、第4アンチ入ります。で、こっからも打ち放題ですね。で、あとここ守りきってしまえば楽しい時間ですね。チューンチューンマーン！で、第5になって外れるんで、こっからですね、大事なところが。まあ、こっからちょっと結構解説していこうと思います。まあ、とりあえず敵がいるところですね。まあ、銃声的にまず、このトンネルの前。そして、ここのバス付近ですね。で、もう一人がどっからハイドしてる。まあ、ここなんですけども。まあ、こっからどうするかですよね。まあ、空いてるところに入りたい、とりあえずは。あとは無理やり当たるか。あ、この2択ですね。で、ピン刺して、アンチャーってとこ確認します。これは1人のやつですね。で、1人はでもやっちゃいます、これは。まあ、こっちに降りても撃たれることないんで。あと詰めてくることもないんでね、これは倒して大丈夫です。で、ここさっきピン刺してアンチ入ってないことは確認してるので、できればポータルをアンチにつなげてほしい。とりあえず入ります。とりあえず入ります。ここからどうなるか。あ、きつい。あ、きつい。あ、きつい。右が邪魔。しかし右一人なの分かってるんで、下がらせる。ウルトも使って下がらせる。ダンキル。で、ガスウルトがあるんでね、あそこに入ってきません。で、ここまで取れれば広く取れますんで、取る。で、ここ覗く。うまーい。うまいんだよな、ここ覗くのが。回復じゃないんですよ。ここ覗いてダメージを与えて相手の動きを止めるんですよ。で、アークスター来たんですけども、ここは、もう受ける。ガス王子の筋肉を信じて受けます。はい。で、ここ取ったことによってね、広く取れましたね。まあ、ちょっと説明しますけども、ここのぞく理由は、まあさっき言ったんですけど、相手を止めるため。そして俺隠れるんですよ、ここね。打ち返されてないですよね。これ完璧なんですよ。まあ、相手が打ち返してくるであろうタイミングの直前に引く。もうこれ最強。うん、これノーダメージだから。マークスターは筋肉で止める。まあ、あと、こっからは頑張る感じかな。まあ、ちょっと、ピン刺したんですよね。ここなんですよ。ここね、まあ、これはもう野良に行ってもらうしかない。っていうか、もう、俺絶対行けないから、これ。レースで行ってものしかなかったですね。まあ、ちょっと VC 使ってないんで野良ランクしてるんで、ちょっともう伝えられないんですけども。で、この、まあ、俺の視点だったら、まあ、分かってくれると思うんですけども、敵が奥に2人いて、で、パスがここにいるじゃないですか。レイスがこのカプセルまで走って行ってくれたら、このパスに対して、まあ、こう通せるじゃないですか、車線を。こうしたら、まあ、こいつまず死にますよね。どう考えたって。で、味方も出てくるんですけど、それは俺が打ち返せる。また、あ、味方のところ行くまでには、まあ、100は削れるかな。って感じ。かつ広くやっぱ取れるんですよ、最後も。まあ、ここはちょっと、うん、まあ、ちょっと味方のレースちょっと動いて欲しかったからって感じ。まあ、これはしょうがない。野良だし。まあ、難しいね。はっきり言って。状況も味方のレースからは分かんないからね。ただ、レースだから一応コクがあるんでね、引けると、もう、なんもしないからね、ここ。行きたかった。
で、俺行けない理由は、さすがに怖すぎる。うん、引けないからね。パスにめっちゃもらって、パスがグラップルで突っ込んでくるっていう未来が見えてた。で、これは向かっていく敵を撃つ。まあ、こんな感じでね、敵集めてきたら俺が撃てたんで。まあ、右にレース行ってほしかったなって感じですね。もうセルがないんですよね。でとりあえずこれはもうアンチに、まあ、ちまちま入っていく感じですね。まあ、ここは撃てるんで撃つ。あと2部隊。まあ、ここはもうフリポジっすね。これはもう俺がクソった、ね、これちょっと味方が結構やばいところ交戦しちゃったから行っちゃったんだよな。これもうカバーできなかったんですよね。その後ろから多線切りながら撃ってるじゃないですか。もう俺が前行くしかなくなっちゃったんですよね。まあ、ブラハが、まあ、ここら辺にいてくれれば俺は車線通せるんですけどね。ちょっとこれはもう無理だったね。まあ、俺が前に行って本当にカバーするぐらいしかなかった。このドームがいかちいマジで。まあ、エイムクソんな別にましょうがね。フォーカス持っちゃったね、最後しかも。まあ、はっきり言って、俺ができたことって、多分もうここに近づいて、こいつにクソダメージ入れて、あとガス缶ばらまいとくぐらいしかないっすね、ガチで。はい、じゃあまあそんな感じで、ね、今日の動画は、コースティックでエリアをぶんどれみたいな感じの動画でございました。じゃあ、お疲れちゃーっすー。はい、ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、よろん。またね、バイバーイ。うん最高。